よ。なんでここ前なかったじゃん。ね、新しくオープンしたんだって。こんな感じでランチもやってます。暑いじゃん。暑いじゃん。うん。景色美しい。滝やな。しゃべれ。お気をつけて。あ、ここでいいな。みゆの言う通り。いや、ママとがいい。え？結構います。ビュッフェだから全部する、ね、選べる、ね、安いね。こっちがプレミアムで、あ、プレミアム、うん、プレミアムの方がいいな。メニューはこんな感じで、結構たこ焼きとかお好み焼きとかもあるから子供も食べれるメニューが結構あります。ラーメンとかもある。いろいろ頼んでみます。カルビ好き。いやいやいや、エミューカルビ好きだね。食べて食べて、すごい、結構いいお肉が出てきました。おいしそう。はい、何カルビ？キングカルビ。キングカルビだって。うわー、タレが、タレがすごそう。こっちが美味しそうだね。ね、それで十分だよね。うん、ミュウが自分で焼きな、じゃん。ini big tang yang ini big tang yang ini. Macam ini tang. まあもうミュー勝手に自分でやるから、うん、もういいと思うよ。こっちはこっちはいい、うん、こっちはいい。まあもうママ好きにやって、もう自分に。こっちはもうちょっと、うん、いいわ、焼いたみたい。どうかな、味は。まだ熱い？甘い。美味しい？うん、よかった。続々溶きます。美味しいね。カルビも来ました。食べたいと思います。どうぞ。これ何？これ、ドラゴンカルビ。ドラゴン？すご
油が油まみれやん。辛み。ステーキみたい。すごい。大変だ。厚切りタン。おタン。タンすごい美味しい。おすすめ。厚切りタンおすすめ。どんどん出てきた。レモンおまけじゃない？レモンかけて食べると美味しい。ね、塩かけて食べてみよう。安いよね、そう考えると。しゃぶしゃぶ。美味しいね、みゆ。気に入った？気に入った。ご飯は食べないでいいの？ご飯と食べない。白いご飯食べる？じゃあもらった？うわ。うん、美味しそうなタン。みゆはカルビ美味しい。いいのも美味しそうだね。うどんどん焼いていい？いいよ。いいけどちょっと待って、いっぺんにやりすぎじゃない？ゆっくり食べようよ。あ、いいよ、みゆここで焼いていいよ。うん、引き切らないぐらい頼んじゃった。うん、たこ焼きいいね。みゆのが好きなものばっかやん。なんか辛いの入ってる。入ってない、入ってない。赤いよ。大丈夫。見て、ほら。大丈夫。すごいな、これ。中がまだ赤いから。辛かったらどうする。で、ミューの肉分かんなくなっちゃった。ミューの肉これ、え、ミューの肉は？取ってないよ。これ。これ。それそれそれ、ミューの。もう焼けたの？もう焼けてるよ。たこ焼き、たこ焼き、お好み焼き、こんなちっちゃくてかわいい。どう？うん、辛くない。おいしい。うん、すごいうまい。ちょっとパパはハラミが一番おいしいんだって。おいしい、たこ焼きおいしい。ミーが一番。この脂身みたいなのはドラゴンカルビ。おいしい。ママ、うん、うまっ。うん、硬いね。あら、これうまっ。うまい。え、うん、たこ焼きおかわりしていい？うん、ね、いっぱいあるからさ、全部食べてからにして。うん、行こう。うん、行こう。ちょっと待って、ポテト。これはなんだっけ？キングカルビ。キングカルビ。あ、ポテトは？わお。ポテト切ってる。ポテト、はい。これ辛いやつ。何食ってる？食べる。みゆちゃん、揚げ物祭りになってます。おいしい？うん。でもたこ焼き揚げ物じゃないの？これは骨付きですね。うん、暫定してください。いや、暫定して。これ文書いてくれるの？これめっちゃいいじゃん。どれどれ。え、これなんだったっけ？キングカルビ。キングカルビ。はい、キングカルビ食べてみます。コーヒーない？食べやんかって言うかね。大学の皆さん、うん、いいや。うん、キングカルビは私別にって感じ。脂っぽい。今のところ厚切りタンとハラミが美味しい。いや、あのネギ塩タンも食べた。しゃぶしゃぶも好きだけど。これをこうやって乗っけて巻いて食べます。レモン絞って。あんちゃん存在忘れた。ネギ塩美味しい。やばい、うん、やばいよ。ママたちが食べるの次は。今はもう肉オーバーで、うん、今度はおかずみたいな。そうだね、そうだね、オーバーだね。
30,000 前は何全然止まってなかったけどね。みんな見たかな。ビーチがオープンしてるんで YouTube でしてるからね。見てね。見ないと分かりません。ビーチはオープンしてんだけど、なんか決まったところしか入れない。入り口が決まってます。またこれを買わされました。はい、みゆちゃんのお年玉から買います。
入れるの？あ、ここ入れるね。ちょっと入れるとこ見つけたんで、行ってきます。ビーチ行ってみます。ザ、はい、ビーチです。はい、勝手に入っていいのかな。はい、あげれ、あげれ。じゃあ勝手に入っていいの。手を洗うんだ。ここで手を洗うんだよ、みーちゃん。さっき洗ってきたもんね。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。海が綺麗ね。海綺麗だね。あ、入ってる人もいる、あっち側にサーフィンしてるね。まあ、こんな感じで、あそこでバリーマップルしてる。バリーマップル、ほとんど人がいないです。チャンネル登録よろしく。